小沢昭一議員の一般質問にお答えいたします。私からは参議院選挙の結果のうち18歳選挙権についてお答えいたします。今回の参議院議員通常選挙において初めて投票を行った10代の有権者の投票率は本市におきましては18歳が 51.70%、 19歳が 41.78% であり、10代全体では 46.98% でありました。今回の参議院選挙に向けて選挙管理委員会及び各高校は連携を取り合い、昨年度から試験者教育を行ってまいりました。特に本年度に入ってからは市内高校2校及び通信制高校1校において模擬投票を含めた出前授業を行い、投票の重要性や投票所での具体的な投票の方法のほか、情報の収集方法とその情報の中から自分でよく考えて投票先を選び投票するということの大切さを伝えました。また他の1校におきましては、以前から学校独自の方法で試験者教育に取り組んでいるため、18歳選挙権についての情報を提供することにより連携を図り、初めての選挙に臨みました。各校の取り組みを通じ、改めて試験者教育の必要性を感じましたので、今後も出前授業と試験者教育について一層の推進を図ってまいりたいと考えております。私からは以上であります。教育長。私からは学校の政治的中立性についてお答えいたします。学校における政治的中立性の確保につきましては、教育基本法第14条において学校は特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育、その他政治活動をしてはならないと規定されております。また教育公務員である学校の教職員は、同じく教育の政治的中立性の原則に基づき、特定の政党の支持または反対のための教育や政治的活動をすることが禁止されております。議員が申される子どもたちを戦場へ送るなと主張し、中立性を逸脱した教育を行う教師がいるとの表現があったことについては、ことの事実関係や意図していることが定かではありませんので、明言することは難しいわけでありますけれども、しかしながら、日本は憲法第9条において、永久に戦争を放棄し、世界の恒久平和のために努力するという平和主義を掲げていることから考えますと、このことのみをもって教育の中立性に反するというところまでは言えないのではないかと考えております。なお、小中学校では、引き続き政治的な中立性の確保に努めながら、学習指導要領の中学校公民の内容、日本国憲法の平和主義について理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせるとともに、核兵器などの脅威に着目させ、戦争を防止し、世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てる、この
内容を目指して、教育を行ってまいりたいと思っております。また、そもそも、主権者教育とは何かという、ご質問がありましたけれども、小中学校においてはとにかく子どもたちがさまざまな社会的な活動に関わり、主体的体験的な学習を重ねながら平和で民主的な国家社会を形成するものとして必要となる主体的に選択をしたり判断を行ったりして他者との共同をしながら私たちの周りにあるさまざまな課題を解決することのできる資質や能力を育むために行われる教育というように捉えて、学校教育の中でも小さなうちからこの主権者意識というものを育ててまいりたいと思っております。私からは以上です。市長、私からは憲法改正等についてのですね、一部について申し上げます。ご指摘のように自由民主党が平成24年4月に発表いたしました日本国憲法改正草案の中では、いわゆる緊急事態条項が明示されており、またそれと憲法とは別にですね、緊急事態基本法の早期制定が必要だという、まあ、意見もあることは承知するところでございます。この憲法改正草案におけます緊急事態条項で、内閣総理大臣は大規模な自然災害や外部からの武力攻撃などが発生したときは、閣議の決定により緊急事態宣言を発することができること、またその場合には内閣は法律と同一の効力を有する緊急政令を制定し、緊急の財政支出を行い、地方自治体の長に対して指示できること、また何人もこれらの措置に従わなければならないことなどが規定されておると、承知しております。東日本大震災のような大規模災害時には自治体の枠を超え、消防、警察、自衛隊などが一体となって対応することが求められますし、東京電力福島第一原子力発電所事故のように初動対応が一刻を争う事態においては、緊急事態条項の発動により多くの国民の生命財産の保護がなされるのであれば、その必要性を否定するものではございません。しかしながら、この銀行指摘のように報道機関が行ったアンケート調査によれば、東日本大震災の被災3県の県知事及び市町村長42人のうち9割以上の首長が、災害の発生当初の人命救助や復旧は緊急事態条項がなくてもしょうがなかったとの結果を出しているということも承知しております。憲法改正草案では一時的とはいえ、緊急事態において内閣が事実上の立法権も備え、強制力をもって国民に支持できる権力を認めることになりますので、戦後の長きにわたり三権分立の原則によって国民の権利及び財産を守り、民主主義の発展を遂げてきた我が国においては、緊急事態条項の解釈運用及び手続き等については今後慎重に議論され、国民の十分な理解を得る必要があると承知いたします。過日塩尻市においても、まあ、塩尻市の大規模災害の場合には、中心区域全体はですね、当然その同じ地域にありますので、市のみが被災を受けて、中心区域がいいはずはない。これはまあ当然のことでございましょうが、今年から初めて医師会のですね、松本広域三市五村の中での共通認識として同日同時間にそのような訓練を行いました。またこの際に塩尻市にも自衛隊に対する派遣要請もですね、模擬訓練としたわけでございます。まあ、そんな場合仮であったらどうかというご質問でございますが、まあ初動体制においては特にそのような法律が必要とは全く私も考えておりません。ただこの首と被災三県の首長たちも必要なかったと言っておりますが、それはもともとのこの自民党草案の中における、いわゆる武力攻撃が発生したということとは全く関係ないステージでありますから、そのことをない状態において必要ないということもまた早計かなと、現状では必要がなかったという結果なんでしかないということではないかと私は理解しております。
以上です。企画政策部長。私からは2の第5次総合計画についてお答えいたします。まず各1番財政の枠組みについての信託間の経費についてでございますけれども、第5次総合計画の推進を図るために平成35年度までの長期財政フレームを定めているところでございます。このフレームは総合計画の期間中における大枠としての財政見通しを示すものでございまして、実施計画あるいは予算編成等において活用することとしております。これまでのところおおむね見通しに沿った予算規模となっているところでございます。またこの長期財政フレームとは別に決算ですとか制度の改正等を踏まえました随時の中長期の財政推計を行いまして、実施計画の一般財源の限度額の設定などに活用しているところでございます。第5次の総合計画の策定におきましては、長期財政フレームを策定をした際、この新体育館に関しましては先の市民アンケートにおいてお示しをした事業費あるいは財源あるいはランディングコスト等を見込んで算定をしてございます。従いまして、仮に建設資材等の高騰などによりまして、この事業費に変動が生じました場合は、改めて財政推計を行う必要がございまして、また本市の合併特例債の総額が限度額に達する場合につきましては、他に予定している建設事業も含めまして、記載等の財源の組み替えを行うなど財源の選択を検討するということになるわけでございます。いずれにいたしましても本年度策定いたします新体育館に関わる事業計画の議論に合わせまして必要な場合には財政推計の見直しを行い財政上の見通しをお示しをしてまいりたいというふうに考えております。次に括弧2番の人口問題についての有効な人口増加対策についてでございますけれども、第5次総合計画は本市が人口減少時代にあっても選ばれる地域であり続けることを目指した戦略計画でございまして、最上位の成果指標として平成35年度の目標人口を6万5千人以上と設定したところでございます。これは国立社会保障人口問題研究所の推計人口に政策誘導分の約1300人を上乗せをしたものでございまして、3つの基本戦略とそれを具体化する中期戦略を着実に推進することで総合的に人口の政策誘導を図ろうということでございます。そのための施策といたしまして、シティプロモーション事業ですとか移住定住促進事業の推進によりまして生産年齢人口やあるいは子育て世代の移住定住向住を促進してまいるところでございます。その中で空き家の利活用につきまして空き家バンク制度につきましては市街化調整区域を除いた市域を対象として現在所有者と居住希望者のマッチングを図っておりまして、これまでに北尾の地区で8件の契約が成立をし、まだまだ小規模ではございますけれども成果を上げているところでございます。さらに、空き家につきまして移住定住を促進する地域の資産とするために本年度から空き家コーディネーターによるワンストップ支援体制の確立や不動産業界との連携、助成制度の創設による空き家再生及び更地化の推進、空き家所有者への移行調査など
新たな取り組みを開始をしておりまして、こうしたことで空き家バンクの登録は8件、さら地下による住宅用の提供が3件ということで、着実に利活用が図られているところでございます。空き家の利活用につきましては、地域や関係団体等の協力が不可欠でございますので、今後は空き家情報と一体的に生活支援情報の発信など、行うなど、空き家のマッチングを支援をして、移住、定住の促進につなげてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。建設事業部長。私からは有効な人口増加対策についての住宅整備についてのについてご答弁させていただきます。人口増加の有効な対策の一つといたしまして、奈良川地区の定住人口の増加を図るための定住促進住宅が2団地18戸、北尾野地区の若者定住人口の増加を図るための若者定住促進住宅が1団地12戸あります。北尾野地区の若者定住促進住宅については、地域の協力を得て住宅を整備し、入居条件をおおむね40歳以下で構成する世帯を対象として、間取りは 2DK で、家賃は月額2万8000円と所得の低い、若年層が入居しやすい条件を設定したことにより、現在12世帯40名が入居し、入居率は 100% となっております。私からは以上です。子ども教育部長。私からは小中学校の規模についてお答え申し上げます。はじめに、平成27年1月に文部科学省から示された公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引では、児童・生徒が集団の中で多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて、一人一人の資質や能力を伸ばしていくという学校の特質を踏まえ、小中学校では、一定の集団規模が確保されていることが望ましいとされております。また平成26年4月に県教育委員会から示された少子人口減少社会に対応した活力ある学校環境の在り方および支援方策によれば、望ましい学校学級規模については、学年に複数の学級がある学校規模が望ましいとし、少なくとも学年で20人程度確保できることが望ましいとしております。国や県から示された学校学級規模は学校運営において理想ではありますが、本主として第一に考えることは、学校や地域を通じていかに児童生徒の社会を生き抜く力を育むかということであります。本市においてはおいても現在地域によって学校規模が大きく異なりますが、規模の大小にかかわらず地域の実情や学校の特色を生かしながら進める教育実践を支援しているところであります。しかしながら、今後極端に児童生徒の人数が少なくなることが予想される地域もあるため、保護者、地域の皆さんのご意見を伺いながら、一緒に課題解決を取り組んでまいりたいと考えております。私からは以上です。
総務部長。私からは災害への対策のうち市内の地質構造の調査についてお答えいたします。本市における地質構造の調査につきましては、通常は公共施設の建設等で地盤調査が必要とされる場合には専門業者によるボーリング等の調査を実施していますが、防災調査等のために市内全域を対象とした地質構造に関する調査は実施しておりません。また活断層につきましては、全国に約2000の活断層が分布しており、国ではこれらの中でもそれが大地震を起こした場合の社会的経済的に与える影響の大きさを考慮して98の断層の調査をしています。なお大学の研究者が学術研究の一環として調査を行ったり、地方自治体が独自に調査をしたりしている場合もあるようですが、基本的に各自治体では国等が実施した調査結果や知見等に基づいて地域防災計画に反映しているのが現状であり、本市におきましても同様でございます。私からは以上です。建設事業部長。私からは、具体的な危険な構造物についての、新江川人路橋や道路施設全般の危険施設についてご答弁させていただきます。現在奈良川地区内には JR 中央本線上に架けられた新江川人路橋やメロディー橋は、これまでの調査結果などから大きな地震が発生した場合崩落につながる可能性を持った構造物であることを市としても認識しているところでございます。特に新江川人路橋については損傷した箇所の補強補修を行い橋として維持する計画でありましたが、専門のコンサルタントによる調査の結果、橋脚や床板の損傷が著しく補修による対応は危険であり維持することが難しいとの報告でございました。このようなことにより橋の撤去も含め地元区と協議をしてまいりましたが、地元区としては通学路でもありお寺への参道でもあることから、なくてはならない橋、また生活に欠かせない橋とのでございました。しかしながら市としましても歩行者専用として近接している新江川人路橋とメロディー橋との両方を今後も維持管理していくのは財政的な負担も非常に大きいことから、車道専用としている隣接の関所橋を含めた3橋を対象として今後地元住民の利便性かつ経済性を踏まえた方法を模索し地元調整を図る中、早急に危険な橋梁を含む構造物の解消を実施してまいりたいと考えております。また道路橋トンネルにつきましては、平成26年7月の道路法改正により5年に1回のサイクルによる定期点検が義務付けられました。現在市内には251箇所の橋梁、4箇所のトンネルがあります。近接目視や打音検査を行い損傷具合など健全性の診断を計画的に実施しております。今後は点検結果に基づき危険な構造物の把握修繕を行う優先順位を見直しを行い、
道路施設の老朽化対策の強化を図ってまいりたいと考えております。これから先インフラ整備をした構造物の修繕費の増加が見込まれます。より計画的な維持管理及び修繕工事が必要であると考えております。危険施設の解消を図り、安全安心なまちづくりを推進してまいります。私からは以上です。